いただきます。今日も OK です。多分バナナと蜂蜜を入れればなんかどんなスムージーでも美味しくなるんじゃないかって思っちゃうぐらい美味しいです。はい、ということで今日もやっていきましょう。ちょっと暑いですけどね。はい、やっていきます。で、今回もちょっと視聴者の方からありがたい、コメントをいただきまして、大きな室内植物を置いてください、緑は人間の一番の友ですと、にっこりマークということで、シバニサインさんからいただきました。ありがとうございます。確かに僕の部屋ってその緑というか、僕以外に生物を感じられるものってないんです。僕は別に仕事に集中できてるんで今は全然いいんですけど、動画を見てくれたらあなたの心が軽くなるような、そんなアイテムを室内に置いてもいいんじゃないかということで、ただその僕も仕事に集中したかったりするので、それを邪魔しないようなそんなアイテムを何かなと、まあ、ちょっと心の片隅でずっと思ってたんです。で、今回こうやってコメントで室内植物っていうワードがもうバチコーン目に入ってきたので、あ、ちょっとじゃあ今回全然知識ないですけど、ちょっと買ってみようかなということで、買っていきます。はい、まあ買うとは言ったんですけど、ただ僕正直植物では全然詳しくなくて、名前にも詳しくないですし、お手入れ方法にも全然詳しくありません。ただ単純にこの動画を見ているあなたにちょっとこう気持ちがスッキリしてもらえるように植物を追加していこうっていう風な感じなので、なのでこうがっつり植物をお手入れしようっていう気もしないですし、ということなので、今回は画面に出ている条件、これを満たせるような植物をちょっとゲットしていきたいと思います。はい、それでは今からホームセンターの方に行ってきます。はい、買ってきました。じゃあそれでは早速開けていきましょう。はい、はい、これです。まあこのぐらいコンパクトなやつがいいかなと思います。じゃあまあいろいろ詳しく見ていきましょう。はい、今回僕がゲットしたのはこちらの観葉植物です。名前はフィロデンドロンっていうやつです。はい、ちょっと詳しくわからないんですけど、とりあえずこれを買ってきました。で、なんで買ってきたのかっていう理由は後ほど詳しく説明します。で、この下の部分、これ土ではなくて炭だそうです。土独特の匂いとかっていうのが部屋に一切充満しない、しかもその炭を使っているので空気を浄化してくれるという風な感じでお店にはアピールされてました。ちょっとマックスここまでしか寄れないので文字が見づらくて申し訳ないんですけども、書いてあることは土を使わない清潔用途、炭植えって書いてあります。で、管理の仕方は直射日光を避け、薄いカーテン越しの太陽光が最適です。また冷暖房の風が直接当たらないところに置いてください。陶器は最低7度を保つようにしてください。水の与え方、水は左のマックスここまで、あ、これのことですね、マックスここまでって書いてあります。マックスここまでのところまで溜まるように与えてください。その水がなくなってから次の水を与えるか、残っている水を捨ててから与えてください。水の継ぎ足しは根腐れの原因に
なりますというようなことで書いてあるので、なので手入れは相当楽だと思います。でなんで僕がこの観葉植物にしたのかっていうと、この葉っぱの色がめちゃくちゃ綺麗だったんです。これだけズバ抜けて明るって思いました。他はもっと、まあ、これよりももっと暗い緑色、深緑色っていう感じがしてたんですけど、これだけ本当黄色っぽいっていう葉っぱを出していたので、まあお花はなんか白だったり赤だったり、まあいろいろカラフルなものありましたけど、まあ、手入れをしやすそうな観葉植物の中でこれが一番明るい葉っぱをしていたので、僕はこれにしました。なんか葉っぱの表面もサラサラしててすごく気持ちいいです。で炭はこんな感じになってます。ちょっと見づらいですけども、こんな感じになってまして、だいたいこの指先、はい、これが指、人差し指なんですけど、まあ、これぐらいのサイズ感です。はい、これが、まあ、ここに敷き詰められているということで、いいですね。何度見てもいい色ですね。だから見れば見るほどいい色してるなって思います。この根っこの部分とか可愛いなとか思っちゃうんですけど変態ですね。でただこの鉢植え変えた方がいいんじゃないですかっていうふうに思う人いるかなって思うんですけど、この鉢植えはここまで水を入れてくださいっていう、もう目安もあるぐらいなので、買ってこの状態でもう鉢植えとか変えずに、もう買ったその日からもう飾っていいですよっていう、そういうもう楽ちんな観葉植物になります。なので僕も正直こういうの買ったら鉢植え買わなきゃいけないのかなとか、なんか余計な出費がかかっちゃうかなとか、めんどくさいなとか、手汚れちゃうなとかいろいろ思ったんですけど、ただそういうのが一切なく、しかも土の匂いとか草の匂いだったり一切しないので、まあ、僕の鼻が詰まってるっていうのもあるんですけど、例えばあ土の匂いがするっていうのは本当に一切ないので、いやーこれ考えてくれた人ありがとうございます。はい、今回ちょっとここに置いてみようかなと思います。なんか場所もいい感じですよね。このスペースの大きさといい、場所の取り方といい、はい、ちょうどいいっていう感じなので、はい、ちょっとここに置いてみようと思います。あ、で、ちょっとちらっと映ったんですけども、これ、もうちょっとセットで買いました。これは店員さんから勧めてもらったやつで、葉っぱにスプレーっていうやつなんですけども、肥料成分プラス天然ユーカリの抗菌効果ということで、植物、観葉植物の活力剤、これをちょっとセットで、店員さんに勧めてもらったので買いました。使い方としては7日から10日に1回程度散布するのがおすすめですということで、これも手入れが楽ですね。いいですね。じゃあ早速かけてみましょう。うん、まあこんなんでいいんでしょうか。うん、あでもやっぱりあるとないとじゃ全然違いますね。こう仕事が終わってふーって一息ついた時にこれを見るとすごく癒されます。なのであこれは買ってよかったら、そしてアドバイスありがとうございます。でこれからちょっと僕の部屋が映る時はこれを積極的に見せていこうと思います。そうするとこの動画を見ているあなたも気持ちがちょっとスッキリするかなと思うんで、これからはちょっといろいろ役立ってもらおうかなというふうに思いますんで、はい、で今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりました、まあ、参考にならなかったかなというふうに思うんですけども、ちょっとこう気持ちが軽くなりましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。ちなみに値段は1480円でした。はい、それぐらいだったらもうど素人の僕でも買えてもいいかなみたいな感じで思える値段だったので、すごい手が届きやすいですし、まあ、ちっちゃくてコンパクトですし、手入れもそんなに必要ないですし、お花、まあお花咲かないんで、ちょっとそこは寂しいからっていう気もするんですけど、ただ室内に置いていても、別に太陽光に当てなきゃいけないとかそういった心配もないですし、匂いも全然、うん、やっぱないんで、まあ花が詰まってるんですけど、その匂いも全然ないので、世話をする心配がないっていう、それがものすごい楽ちんだなということで今回シェアをさせてもらいました。ただ僕はこのなんかメーカーの案件とかそういうのも全然ないんで、単純に僕がお店に行って紹介してもらったやつを買ったといいなと思ったのでシェアをさせてもらいました。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。